森半田雄役の猪野弘樹です。10月28日から11月12日まで東京明治座にて赤ひげ上演いたします。赤ひげ先生に憧れで、農民の出から医者を目指す本当に真面目な青年森を演じるんですけど、役者として船越さんももちろん僕からしたら憧れの存在ですし、なんかそこから学ぶことっていうのは役者個人としてあるので、それが役と一緒に成長できていけたらいいなと思ってますし、あと切磋琢磨できる仲間というものが今回何人かいらっしゃるので、まあ、その方々と医者を目指す、そして良い舞台を作るという意味で、みんなで一丸となっていいのが作れたらいいなと思ってます。僕自身医者という役が初めてなので、サムイに身を包ませてもらって、でそして日本家屋でやっぱり今の令和とは全然生活様式も違いますし、今ほど便利なものではないし、なんかこうやって着物に身を包んでカツラも丁寧に作っていただいて、ちゃんと時代劇をね、カツラで舞台上でやるというのは今回初めて、僕の役者人生初めてなので、どう現代っぽくならないように、やっぱカメラあるとねカッコつけてしまうものですから、なんかほんとナチュラルにナチュラルに、で仕上がり見て白黒の写真だったんで、なんか本当に昔ながらというか、より今よりもっと温かい日本というものがちょっと個人的に感じれられたのが今日良かったなと思ってます。崎山翼くんは以前共演させていただいて、本当にしっかりした方でお芝居もすごく素敵ですし、でダブルキャストの高橋健介もうすっごく、もう10年ぐらい前ですかね、一緒にお仕事させてもらって、まあ、今回ダブルキャストですけど、それ以来ということなので、なんか互いにどう変化したのか、この会ってない期間でっていうのはすごい楽しみではありますね。あとは荒木さん、今回初めて共演させていただくんですけど、一方的に僕は知ってて、器用っていう言葉が正しいかどうか分かんないですけど、まあ、何でもこなすだけじゃなくてしっかりそこに情熱がこもってる方なので、今回ご一緒できることが本当に楽しみです。ドラマでずっとやられてきてはいる、トニックに船越さんもずっと出られているので、まあ、これが舞台版になって、まあ、ドラマはこうカット割りもろもろありますけど、まあ、舞台はカット割りはお客さんが決めてくださるので、あとはまあどの演目もそうですけど、やっぱ直接生身で感じられるっていうところがやっぱり僕個人も好きですし、画面を一つ通してじゃなくダイレクトに伝わってくる役者の息遣いとか熱量だったり、そういうものがやっぱり舞台っていうものにすごくエネルギーがあると思ってるので、まあ、赤ひげだけに限らずなんですけど、僕は舞台の空気感、空間がすごく好きですね。船越さん演じる赤ひげ先生にどうやってそう新米医者たちがついていくというか、何を勉強してどう成長していくのかっていうのは、多分こう師弟関係っていうものが多分現代でそんなないんじゃないかなって最近思ってはいるので、まあ、もちろんその特殊な技術職を除いた上で子が強い時代にはなってきているので、まあ、そこの教えというものの大切さを改めて感じさせてくれる舞台になるんじゃないかなと思ってます。きっと心温まるお話になると思うので、皆さんぜひ劇場に来ていただければ嬉しいです。劇場でお待ちしております。